こんにちは、塗り絵で美文字、塗り絵文字のあゆみです。この番組ではゲストと一緒に添付してありますドリルを使って文字の練習をしていきます。今日のゲストは春樹くんです。自己紹介お願いします。せーの、春樹です。小学2年生です。今日はよろしくお願いします。今日は何をしますか？あいれいな字を書きます。はい、じゃあ用意するものを教えてください。印刷したドリルと鉛筆と色鉛筆と消しゴムと下敷きです。ありがとうございます。じゃあ準備体操をしていきましょう。せーの、立て立て横横ぐるりんぱ。はい、スタートです。手振って。1番から順番にやっていきます。はい、1番は何をしますか？まず字を書いていきます。はい、2番は好きな色で塗っていきます。はい、今度は赤。あ、紫使ってない。じゃあ茶色かな。オレンジ使ってないわ。どうしてきなくのまだ僕の泣いて。ちょっと待って、
今度は3番です。鉛筆でなぞっていきます。まず4番は枠の中に鉛筆で書いていきます。丸や四角を見て空間を空けて書いていきます。以上。どの点からどの点に行ってますか？そうそうそう、いいじゃん。どの点からどの線に行くかな、どこ行くかな、どんだけ上がるかな。そんな上がってる。お山一個じゃない。よこ。お山一個だよ。ここお山一個だよ。あ、わかった。そう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 、もう綺麗綺麗綺麗。横下下下下下。おお、点。今度は5番をやります。綺麗に書いていきます。そう、もっと下、空間をよく見て書いてみて。そう、下どこまで行くかな、どこまで下行くかな。お隣さんよく見てよ。これどっから始まってるかな。そう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 、どんだけ行く、もうちょっと行く、そっから横行って、どんだけ行く、横。あ、いいじゃん。ダメ？どこがダメですか？ここのさ、ぐるりんぱが、ぐるりんぱがもっと丸く、どこから始まってる、丸くね。そう、きれいにしたんです。ピンクの箱見てよ、どこから始まってる？長くまっすぐ行って、まっすぐでどこで終わる？はい、戻ってきて、横行って、はい、右。お、いいじゃん。まっすぐ
丸くした。はるきくん、どうでしたか？大きく綺麗に描きました。丸や四角を意識して描きました。塗り絵文字、みんなもやってみてね。高評価。高評価お願いします。みんなもやってみてねって言ったっけ？バイバーイ。バイバーイ。